はい、皆様こんにちは、こんばんは、ルミティです。はい、前回のイラストを描いてみた動画にコメント、そしてリクエストたくさんありがとうございます。今日はですね、そのコメントいただいた中で、早速描いてみたいなと思うリクエストがございましたので、お答えしていきたいと思います。はい、まあ私は素人で、また趣味の範囲で絵を描いているので、いろいろツッコミどころあるとは思います。ですが、頑張って描かせていただくので、少しでも楽しんでいただけたらと思います。早速ですね、今日描いていくのは、画像を引っ張ってきたのでお見せします。こちらの、こっちか、はい、怪盗セイントテールという漫画のですね、はい、主人公ちゃんです。この子を描いていきたいと思います。これはですね、私が小学校低学年ぐらいですかね、高学年までいかないぐらいの時に読んでいた漫画だったと思います。で、まあアニメもやってたんですけど、私は漫画派でしたね。ちょっとこの画像だと、この漫画の絵の特徴がわからないので、ちょっともう一個画像を引っ張ってきますね。この漫画家さんの描く絵の口がすごく特徴的なんですよ。で、その口の描き方が好きで、すっごい真似てた覚えがありますね。どこにあったかな、画像。ちょっと待ってくださいね。すみません。ぜひ、ぜひ見せたい。あ、この辺りかな。あ、ちょっとちっちゃいかも。これかな。あ、ありました。ちょっと待ってくださいね。大きく表示しますね。準備が悪くてすみません。はい、アスカジュニアと、あ、男の子の名前ですね。アスカジュニアと写ってるやつですね。この絵を見てわかりますか？口がちょっと特徴的なんですけど、丸っぽいんですよ。私は今見ると、カッコみたいな感じなんですけど、はい、上と下のところの部分が切れてて、まあ円形の口を描いてる感じですかね。はい、この口がすごく特徴的な漫画だったなと思います。はい、ちょっとじゃあこちらの画像を見て描きますかね。はい、ちょっとアキト君が起きちゃいそうで怖いんですけど、頑張ります。では描いていきます。あ、ちなみにシャーペンを手に入れました。これは今のところうちに唯一あるシャーペンみたいです。父が、はい、これは使ってもいいよということで、はい、貸してくれましたね。ペンテルっていう、まあ、ブランド？会社？の名前が入ってますね。ペンテルって懐かしいですね。なんか小学校の頃使ってましたね。懐かしいなぁと、私がいつも描く目と違うんですよね、セイントテールちゃんの目は。頑張ります。まず何が違うかっていうとですね、ちょっと近づいちゃったんですけど、ここの目の丸とこの上のまぶたっていうんですか、まつげが生えてるこの部分に隙間があることが、まず私の描く絵と違いますね。私はくっつけて描く派なんですよ。
なのでちょっとバランスを取るのが私には難しい絵ですね。よいしょ。こんな感じですかね、目は。まつげがないんですよね、この方の絵は。なのでこのまま輪郭を描きます。輪郭も少しこんな感じかな。消しゴムがないのでちょっとうまくいかなかったらすみません。父に消しゴムあるか聞いてみますね。はい、じゃあ前髪描きます。ちょっとここは流れててこんな感じかな。でこのセイントテールはちょっと変わってまして、この耳の部分にですね、もみあげじゃないですけどすごい髪の毛があるんですよ。こんな感じでですね、ちょっとさっき引っ張ってきた画像とは少し変えますけど、こんな感じで毛が出てます。はい。でポニーテールなので、ここにこうしてリボンをつけまして、どうしようかな。この持ってきた画像だとあれですね、体が見えないので、ちょっとまた適当に。すいません、リクエストいただいたのに適当とか言ってしまって。頑張りますね。こんなだったと思うんですよね。黒いリボン、なんか久々に見たくなっちゃいましたね、アニメが。マレードボーイとか見てましたね。レイヤース、あとはなんだっけ、くしゃみしてます。あとなんだっけ、いろいろ見てましたけど、金魚注意報、あとちょっとアメリカのアニメかな、タートルズっていう亀のなんかピザが出てくるんですけど、そういうアニメを見てましたね。ご存知の方いたら嬉しいんですけど、ここまで来たのでどうしようかな。今何分ですか？9分か。ちょっと全身描くと長くなっちゃうかな。少し胸元ぐらいまで描いておきますかね。可愛いのが、二の腕まである、グローブをしてるんですよね、この子は。ちょっとこの辺までしか描きませんけど、少し手を描こうかな。じゃあ、手描くのもあまり得意じゃないんですけど、ローブしてるんですよね。だからちょっとクシュクシュっとしてこんな感じかな。
消しゴムがない当時ね、あのこれは仲良しで連載してたと思うんですけど、私は漫画仲良し、リボン、そしてチャオという順番でおそらく移行してったかなという記憶がありますね。リボンの時期が結構長かったですね。リボンでギャルズっていう、あの渋谷のギャルの漫画があったんですけど、結構好きで、あのファッションがね、結構あの服装を細かく描かれる漫画家さんで、それで洋服の描き方とか覚えてましたね。はい、じゃあとりあえずあとは長いポニーテールを描きまして、ちょっと最後まで描けないですけど、多分これお尻ぐらいまでありますね。というか、そうだ、先日膝ぐらいまで髪の毛ある人とすれ違ったんですよ。すっごい長くてびっくりしました。本当に長かったんですよ。あの、いや信じてくれてると思うんですけど、本当に長くてびっくりしましたね。へえ、あんな長い人いるんだってぐらい長くて、身長はでも私より10センチは低かったので、まあ、155とかそれぐらいの身長ですかね。でも長さは1メーターちょっとありそうなぐらい髪の毛長い方でしたね。でも長くても綺麗だったので、あの特に不快感とかはなかったんですけど、とにかくびっくりして私振り返りましたね。え、長いと思って。私も長い時期はありましたけど、それは幼少期の話で身長も低かったので、ね、長いといってもそんなにまではね長くなかったんですけどね。こんな感じかな。では、眉毛とあと特徴的なあれですね、口を最後に描きたいと思います。口はね、丸でいきますねすっごい久しぶりに描く。こんな感じかな。あー、失敗しちゃったかな。よし、はい、じゃあちょっとせっかくなのでここに描きますかね。回答セイントテールですね。はい、いかがでしょうか。ちょっとお見せしますね。そちら向けます。てかビデオにちゃんと私書いてるの映ってましたかね。一切ビデオ画面見なかったんですけどすいません。こんな感じです。見えますか？ちょっと下降りますかね。あっと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 昨日書いてた落書きが出てきちゃいましたね。はい、カイトセイントテール、こんな感じですね。ちょっと見ても似つかない感じにはなってしまいましたが、はい、リクエストをくださって本当にありがとうございます。お気に召していただけたら嬉しいですね。はい、こんな感じでちょっと昨日書いてた落書き、あのすごい途中なんですけど、てかすごい途中すぎて頭とか全然出来上がってないんですけどこんな絵も昨日の夜、はい、ちょっと時間があった時に書いてました。耳が尖ってて妖精みたいですね。自分でオリジナル描くときはもうなんか思う何ですか、これを描きたいとかって思って描かないので、なんか筆が動くがままに任せて描いてるので、これはちょっと妖精っぽい感じですね余談すみません。ではね、あの本日はこちらの怪盗セイントテールを、はい、描かせていただきました。ね、リクエストいただいて本当にありがとうございました。次回もね、あの他のリクエストをちょっと見つつ、どれを書こうかなと選んでいきたいと思います。私
の年代じゃないって言い方おかしいですけど、見たことのないものもリクエストに入っていたので、ちょっと画像を調べて少し勉強してから、そちらの方は答えていけたらななんて思ってます。はい、まあ私のね訓練の場にもなるので、久しぶりに絵を描いてますのでね、はい、いい機会だと思っていろいろ挑戦していきたいなと思っております。はい、ではね、ちょっとあきとくんもうすぐ起きちゃいそうですので、はい、まあもう15分過ぎましたしね、こちらで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。そしてリクエストありがとうございます。バイバーイ。